南 B3 瀬戸大橋は、瀬戸大橋海峡部最南端の橋。全長1723メートル、鉄道と道路が走る、道路鉄道併用の吊り橋である。完成時点では、日本最長の吊り橋であり、また、道路鉄道併用としては、世界最長の吊り橋であったが、前者は1998年の明石海峡大橋の完成で、 校舎は1997年の香港、青馬大橋の完成でその座を明け渡している。三つ五島を挟み北に、北美山瀬戸大橋が連なる二連吊り橋となっており、その先には、吉島がある。内陸側には万の集高架橋がつながっている。橋桁下は、美山瀬戸南航路で、大型タンカーなども往来する。また、橋に隣接して、瀬戸大橋記念公園がある。 橋脚と橋台の基礎は海底を岩盤面まで掘削した上に構築されている。特にバンの周側の橋台 7A と2本の橋脚 5P、6P の基礎は掘削後の水深が32メートルから50メートルという大水深のため世界で初めて造船所で製作したケーソンを現地に栄光してきてから沈めてコンクリートを充填し基礎とする。 設置計算工法が用いられた。北美山瀬戸大橋と南美山瀬戸大橋の双方のメインロープが入っている橋台の内部は、南美山瀬戸大橋のロープが橋台の北側に、北美山瀬戸大橋のロープが橋台の南側に固定されている。これは、ロープにかかる力が橋台を占める方向になるように、するためである。北美山瀬戸大橋から、 南美山瀬戸大橋番の周高架橋、ありがとうございます。